悪っていうかそちら様たち的な悪じゃないと思う。僕らはどういう悪なんですか。なんか極道っぽいじゃん。なんで。僕の悪とはちょっと次元爆弾作る悪ですか。そんなな。いやいや、そんな緻密な悪やない。いやでもだから。なんか大暴れする方の悪でしょ。いやいやいや、次元爆弾作るタイプ。いやでも飛行癖があるというか。うん、あの爆弾だって言ってレストランに入ってってそのまま逃げてくるとみんなうわーみたいな、はいはいはい、そういうなんか変わったタイプでしたね。それ危ないですちょっとみんなとは違うところにいた。そう、自分だけ違う人だと思うんですよ。みんなが授業してる時に砂場で遊んで。違うそれはほんまに違うと思った。それはそっとしといてやろう。いやちょっと知りたいんですよ。僕は布袋さんの学生時代が見えないんですよ。いやだからいわゆる万格万とかとんでもないじゃないですか。いやだから見た目で言うとただ単になんか単車乗ってたとかね。そういやだからあのロック少年だったから、はい、ギター担いで長髪で、はい、って感じでもでっかいからで変な格好してるから誰も寄ってこないでしょ。っていうか喧嘩売ってくるやつ喧嘩売られましたよね。あ、うん、います歩ってるだけでなんだお前って言われちゃうタイプ。歩いてるだけでなんやお前。何やお前言われてもね。その時どうするの。ガー行くんですか。それは殴られて悲しい。マジで絶対嘘ですって。嘘だと思って殴られて悲しいって。確かにそうなんですけど、うん、いや絶対嘘ですって。でキャあの体も華奢ですから、はい、殴ると自分の手が折れるって言って。最悪や。それはでもボクサーでもそうですよ。あ、そうそう、パワーがありすぎて手が持たないんですよ。いやいやそういうんじゃなくてもうカルシウム不足。マジだって二日酔いで気持ち悪いからこれ見てると本当に泣きそう。さっきライブやってても3回ぐらいゲロがこの辺に出てきちゃって、まあな、入ったったらよかったんですよ。なおでもこれいつ頃からこの男ばっかりになってしまったんですか。いやだからボーイの時ってどうなんですか。ボーイの時も男が多かったですね基本的に。どっちがええとか悪いとは別にないですよね。別に男、いやでも男が多い方がいいな。あ、そうです。女だけになったらライブなんかやんない。逆に、うん、やっぱほらロックってある種男の子のさ、うん、まあ、あの誤解を恐れずに言えば、はい、男の子チックなものじゃないですか。まあ女の子の中にも男の子っぽい、そうですよね。怖いね。いやいやいや怖いよね。これなんか人を寝踏みするから。いやいやいや、そんなこと全然ないじゃないですか。僕はもう休みの日は鼻つむ男だ。どこで積んでんの。いやいや、もう